ダンダンロンパ。命がけの裁判、命がけの騙し合い、命がけの裏切り、命がけの謎解き、命がけの言い訳、命がけの信頼、命がけの。まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票によって決定されます。ちょっと待って、この格好何？セーラー服は熱え。誰か俺のと間違ってない？お前ら、いいから黙って聞けや。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置き。だけどもし間違った人物を黒とした場合は、黒以外の全員がお仕置きされ、皆を欺いた黒だけが晴れて卒業となります。卒業とは無実です。助かります。お仕置きとはうぷうぷ。処刑です。ぶっ殺します。そりゃいい。己を律することができない性犯罪者なんぞこの世から駆逐すればいい一匹残らず。ちょっと待て。犯人を間違えたら黒以外がお仕置きって。人道と同じです。お前らの負けってことで犯人以外漏れなく全員処刑。なんで？それが、学級裁判だからです。この趣味の悪い写真は死だからって仲間外れにするのはかわいそうでしょ。友情は生死を飛び越えるんだよ。生死が飛び越える面白い。要は犯人を間違えなきゃいいだけ。簡単な話よ。もし間違えたらどうすんだよ。その場で誰かぶっ殺して犯人にする。リスク高い。現時点で確認されている事件の情報は全てこのダネピカファイルにまとめておいたから目を通せ。自己的かダネフシ。ダネピカファイル、どれどれ。被害者は赤木、マキシ、ハンサムの3人。発展現場は立志湖のほとり。あのここ5時ありますよ。赤木とマキシはほぼ同時刻の犯行と見られ、ハンサムはさっき。死因は全員不明。以上。情報少な。てか原因不明って何？確か外傷あったよね。外傷はあるが、それが死因にはならなかったというわけや。知らんけど、うぷぷ。手口もわからんのにどうやって犯人を追い詰めるの？なら逆でいこう。犯人を肉体的に精神的に追い詰め、手口を吐かせる。吐かなかったら。それにもう犯人の目星はついてる。何？誰だそいつは。早く言え。お前や。もし。あとおめえや。それプルートちゃうグーフィーや。なんてツッコミ打ちでは取り扱ってませんのでいい加減にしてください。さすがに作者の悪意を感じざるを得ない顔面。整形じゃ間に合わないから転生して。なるほど、これがルッキズム。なかなか気持ちいいわ。だがわしはやってないわい。みんなの意見を聞いてみよう。おめえだろ。おめえだろ。おめえだな。おめえだよ。おめえだよ。満場一致。処刑。おめえだー。ちょっと待って。なんだ光、制服似合ってんな。惚れたか。後でメルカリで売ろう。写真付きで。いいですか皆さん。冷静になって。もしこいつが犯人じゃなかったら、全員処刑です。間違えたら終わりなんです。私も確実にこいつが犯人だとは思っているものの。まずは証拠とか手がかりになりそうなものとか、何でもいいから出し合いませんか。私、死にたくないんで。賢いチンパンジーだね。さりげなく自分が犯人じゃないとアピール小技もグッと。おめえだ、合ってろ。とにかく情報が欲しいな。とりあえず現場にいた連中から何か話を聞いてみるか。いや、この中に黒が紛れて簡単には口を割らないだろう。ならばオラオラで言ってみるか。おい腐れ金玉団、おめえら現場にいたんだから率先して口開いて状況説明しろよボケ。マグロか、下の口で喋らせんぞこれ。殺すぞ。私らも立志湖のほとりにいたけどボスが見えない位置で別行動だった。だから何もわからないのよ。口を開けばペラペラピラピラ松陰師が震えてら。じゃあ赤木とマキシは何やってたん。いや待てよ、まさかそうか、そういうことか。なんだサトシ、何かわかったのか。ああ、赤木が別行動した理由がわかった。何？なんでお前か。早く教えなさい。そう焦んなって。現場を見れば分かることだった。赤木とマキシは隠れてホモセしてたんだ。なんだって。そして激しいプレイの末テクノブレイクした。テクノブレイク、いっぱい出しすぎたんだ。フルチンでくたばってるのが何よりの証拠。ほかお前、じゃあなんで銀河団招集したんだよ。人を集めて誰にもバレないよう密会していたのは。こんなところでしたらみんなに見られちゃう、恥ずかしい。お、やりたかったんだ。普段は強気のボスがメスの顔になっているところ、下っ端に見られたら威厳が損なわれるだろう。その背徳感こそがこの事件に使われた狂気だ。サトシお前天才か。だがなぜか納得できてしまう。なぜなら否定できる根拠がないから。なんならもうそれでいいんじゃね。早く俺にしたくねと思い始めてきた。よかねえよ、ありえねえよ。はあ、光、どうした？顔赤いよ。じゃあ、これは事件ではなく、ホモセによる事故。裁判もクソみそもないってこと？その通り。じゃあ、おつした、解散。よし、お前ら全員処刑。あ、そういや、どうでもいいこと思い出したわ。なんだ、うんこか。じじい、おめえサタンの秘密知ってるとか言ってたな。あ。おい、話すなよ。絶対に話すなよ。振り返る。おい、話せ。今すぐ話せ。うむ、足は無実だったということで。いいよ、もうお前が犯人でもいいよ、許す。うむ、サタンは下着フェティシズムである。おう。そして最近、団員のパンティーに目をつけ始めた。おう。この事件、闇が深いな。事件と関係ある。パンティー。どうしたマーズタン、もしかして心当たりがあるのか。ないけど。ありませんけど。何希望。そうか、ないのか。詳しく聞こうか。おじさんに話してごらん。恥ずかしがらなくていいよ。君ぐらいの年の子は娘みたいなものだからね。こいつが一番怪しいかもしれない。本当に心当たりないの。ないっつの。本当にない。本当の本当にすごい。好きな色は。え、赤。次に好きなのは。オレンジ。次は黄色かな。次は意外と黒も。下着は水色。なるほどね。あ、よくやったサトシ。俺はお前に石をついてくぜ。いや嘘だから。実物見せてないし。じゃあ生パン見せろ。いいね。実物なんて何でもいい。きっかけがあればいいんだ。はかどる。ありがとう。どういたしまして。じゃあ犯人はサターンで。待て、意味わかんねえ。下着フェチと事件の何も関係ないだ。下着フェチは認めるんだ。あ
いや待て、水色の下着どっかで見たような。なんだと、どこだ、どこで見たんだ、教えろ、見せろ。思い出せない。おいサタン、パンティーはどこだ、お前の仕業だろ。開いてんのかお前。知らねえ、一人で歩いてたんだ。パンティーが、何それ、興奮する。ちなみに私は水色じゃないから。事件と関係ない話をするな、真面目にやれ。その少年が言うに、どっかで見たってことはつまり今履いてるマーズのパンティーを直接見たんでしょ。なんだと。それは違うね。そしたら今頃オイラもノーパンだよ。なぜ。そうだ、思い出した、俺はマーズタンの履いてるパンティーは見ていない。じゃあどこで見たっていうの。パンティーはそもそも履くためだけにあるものじゃない、他の使い方がある。ひらめきアナグラム。これだ。は？答えは最初の被害者の二人にある。いや、二人ともノーパンだけど。そう、二人とも履いていない。だがよく見ろ、マキシはマスクをかぶっている。え？まさかそういうこと？これが実物だ。パンティーだ。そういうこと。犯人は被害者にパンティーをかぶせて殺した。これが事件の真相だ。謎は解けたってわけ。投票タイムといこう、ダネフさん。あ、うん。パンティーなのは分かったけど、誰が殺したん？あと誰のパンティーなん？え？マーズタンのじゃないの？ノーコメマリアで。じゃあ、皆さん目を閉じて、犯人は手を挙げてください。いい加減にしやがれ！さっきから聞いてるくだらない話ばかり。下着がどうだの、パンティーがどうだの、ブラがどうだの、私は降りる。降りる？まだ裁判は終わってませんよ。いや、銀河団をだ。は？サタン、あんた何言って。前に言ったはずだ。私は赤城様に興味があって銀河団に入った。ボスのいない銀河団に用はない。この茶番が終わったらやめることにする。サタン、あんた。そう、本気なのね。そうですか。まあ学級裁判は終わらせませんがね。だがこれで私には一つの動機がないということが証明されたはずだ。一つの動機？若者め、わからないのか。内部者が組織のボスを殺す理由なんて限られている。例えばボスの座を狙っているとかな。ボスの座を狙っている？もしそうだとしたらそれって、なんでわしを見る。わしじゃないぞ。おめえじゃねえんだろ。でも今んとこおめえが濃厚なんだよ。しっかり言い訳しろ。じゃねえとうちは全員処刑なんだよ。ほら、なんかそれらしいこと言え。ほらほら、もし黒間違えたら私がおめえを処刑する。できる限り苦しめてな。証明、一体何を証明すればいいのだ。私は銀河団でポケモンの研究をしているだけで、断じて赤城の座を狙おうとしてなど。うるせえよ、地方がじじい。そうだ、わしはボスに頼まれてポケモンの研究をしていたのだ。だからなんだよ。そして研究成果はボスに逐一報告していた。そのバイトを通じてな。え、ここで自分ですか。はぁ、でわしがボスと会うことは普段あまりない。だがこいつはボスと接触する機会がいくらでもあったということ。つまりいつでも手にかけることができたというわけだ。いや、自分は殺害現場から一番遠いほとりの入り口あたりにいたんです。それにバイトごときがボスの座を狙ったところでどうにもできないでしょう。そんなこと言ってさっきまで無言貫いてさ。実はこういう地味なやつが一番怪しいのよ。偏見で疑うんですか。じゃあ銀河団以外の人も怪しんでくださいよ。私も銀河団入ってまーす。あ、墓穴掘った。でもなんで研究成果を直接報告じゃなくてバイトを通じて報告してたんだべ。わかりませんが、そこの議論は事件に関係ないんじゃないですか。あの怪しい研究員が論点ずらしに出した話題ですから。え、しかし、じゃあやっぱりいかにもなこいつを吊るそう。ダネフさん投票。待て、まだ根拠はあるんだ、だから話を。うっぷっぷ。ではお待ちかねの黒を決める投票だ。なんだ？湖からか。え、何？なんか出てきたんだけど。カッパだ、カッパだ。早く写真撮れ。バズるぞ。万バズ狙うぞ。こいつは模擬刀の先制攻撃。まだ間に合う。あ、赤城様。え、赤城？いや、赤城あっちだろ。違う。よく見たらこいつ偽物だわ。なんだって。いや、なぜ気づかなかった。